はい、おはようございます。では早速カバネリ打っていきたいと思います。でスペックなんですが、イメージとしてはタイガー&バニーですね。で細かいスペックはまず319分の1で、ラッシュは下位と上位があります。 30% が通常あたり、並走の 30% が 70% でラッシュ大当たりになります。こちらラッシュ大当たりを取ると6回の V ストックを取って、その後に決戦チャンスというものに突入で、決戦チャンスの勝利期待は約51羽で、その決戦チャンスに勝利すると貫きラッシュに入ります。上位ラッシュですね。こちらの継続率が 92% なので、でへそでの当たりは必ず1100個、通常引いても1100個で、ラッシュ大当たり引いてもまず1100個もらって、その後 V ストック6個、その V ストック6個での平均獲得出玉がだいたい3000個なので、合わせて4000発の出玉を持って決戦チャンスに行くので、決戦チャンスに入らずとも、まあ、3000からうまくいけば5000、6000個取って決戦チャンス失敗で左打ちとなるので、決戦チャンス出る 70% を取った時点でそれなりな、ね、塊の出玉は取れると。ここら辺もタイバニーに近いですね。でカスタムなんですけども、ノーマル大チャンス先読みね、大チャンスにすると先読み出現時の信頼度がだいたい 70%、 いきなりフラッシュ先バレですね。望郷性と同じでオンにして入った時にここが赤く発光すれば信頼度 50%、 ギアクラッシュこれ入れると変動開始時にギアクラッシュ発生で信頼度が約 95% になります。で注目演出は次回予告生駒覚醒 VS ビバ、とりあえずビバさんが大当たりの鍵を握ってると。でそれ以外ですと、まあ、金色予告は色である程度見た方がよくて、金系の予告だと、まあ、75% 以上、おおむね 75% 以上の信頼度を誇ります。赤系でもものによっては 50% を超えてたりするんでね。あとは代表的な演出として殲滅というものがあるんですけど、この台ってその殲滅とかで残った図柄に応じて発展先のリーチがある程度決まるんで、決まるんで、例えば残り4個当たり図柄と外れ図柄3つだったら無名ちゃんに行くしね。ね、当たり図柄と外れる図柄1個、要は2分の1になった場合はビバに行くという法則もあります。他にあの増殖 SP って言って、まあ、僕らが大好きなガッチャマン の、 あのミサイルみたいなもんです。ライン数増やしていくやつ、黒結晶の救済系リーチなど、そっちのルートもありますね。でボーダーラインなんですが、マックス交換でおおよそ17、東京都の数値28玉で18だから、勝つにはやっぱり20ぐらいは欲しいところですね。マックス交換で19、東京都の28玉交換で20回転、ここら辺を目安に立ち回るといいかなと。生青って結構珍しいか。先読みは緑になるかなったか。これ本当に点滅掘りすらなかなか出ないんで、生青でもそこそこ。あで図柄先読みは赤から信頼度が高い、ここは北斗転生と一緒です。あれ、あ役目の中1段階の赤、2段階の赤だともっと強いですけど、1段階の赤でも 30% オーバーですね。198回転目、今日一発目のチャンス、プッシュで何が出るか。まさかここで外れるとかないよね。増殖でも何でもいいから、いや発展は嘘、いやなんかあるべ、ファッキン。あ2匹来た。でこいつがね、普段は変入った時に出てくるのに変動開始時に出てきたからおかしいな思ったの。2匹これあれいきますね、あの増殖 SP 蝶が2匹なんで、
今日初めてのスーパー260回転で、テロップ側からだとチャンスアップで信頼度が6割超えます。で、ライン数は最低が4ライン8ラインなら大当たり、6ラインに行くかどうかですね。5ラインぐらいだと 30% 弱ぐらい、6ラインになれば 60% になるんで、ま、4ラインで終わりそうな気もするけど5ライン行ってくれっかな。 OK、 5ライン、この次ここ超えるか、いる、そこにいる。でも保留変化とかねえからどうなんだろうなこれ。え、6ライン行ったんですけど、7ラインだったらもう鬼激アツ。え、周りも金じゃない、エフェクトが 90% あります。これで嘘でしょ、これ当たんの。じゃあ最後大電ボタンなら激アツだけ、正直あの4ラインか5ラインで外れると思ってました。うわー、びっくり。あんなんでぶっ刺さるんかい。6ラインになった時ね、まだ僕え、これやらかすんじゃないと思ったら、7ラインになった時はさすがにね、これはって思えた。ここで7になってくれればラッシュ、プッシュボタン、通常ボタンじゃダメかな。ただ ラウンド中に消化検出あるんで、おそらくあそこのボタンも帯電があるかと思います。2357、これ通常じゃねえの、もしかして。あの上位の貫きにぶち込める可能性はトータルでいうと 35% ぐらいです。要はまずへそで 70% 取ります。でそのうちの約半分が貫きに行くんで、トータルすると 35%。ひらがなそう、2357ってだ確かね、サミーさんのだとダメセグだったはずなんだよなこれ。ああまだ分からんけど、サミーさんの2357はヤバかった気がする。さあそれでもまだボタン、うわ、言ってたよっと、よっと、すいません、ダメセグだけで、すいませんでした。いいんですよ、ダメセグだったと思ってたら実はラッキーだった。で、ここで V ストックを6個取ることになります。六冠正常 V8 で、この右の6個の V は電柱の大当たり振り分けになるので、3ラウンドが 80%、 10ラウンドが 20% になります。なのでまあその比率も考慮して V の6個でトータル約3000発近く取れると。で3ラウンドの時は約、まあ、330個の払い出し、だいたい出玉的には300個か、だから最低でも1800個は上乗せできるってとこですね。あ、これで10ラウンドです。で緑、青図柄より緑の図柄の方が10ラウンドになりやすい。37はもちろん10ラウンドです。で次に電柱の大当たり確率ですが 3.36 分の1で、決戦チャンスはその 3.36 分の1を2回転でぶっ刺せれば貫きに入ります。で 3.36 分の1を2回転で引ける可能性が約 51% なので、決戦チャンス突破率は 51%、決戦チャンス突破すると出玉ももらえるということですね。で決戦チャンスを見事クリアして貫きに入れば継続率約 92%、 92% の秘密があの電柱の当たり確率 3.36 分の1、こちらを時短5回転残保留2回転、合計7回転で消化するため継続期待度が 92% ということになっております。で基本的に V ストック6個なので、10ラウンドが1回から2個引ければ同じですね。理論上は1個以上10ラウンドが取れます。 1.2 個ぐらいかな、1なのでもしかしたら10かもしれないですね。3でした。あ、7だ、10ラウンドだ。でトイレに行くタイミングなんですけど、決戦チャンスの時は行かない方がいいかな。
今電柱止まってて電柱保留もない状態で V×1 これ当たるまで大丈夫なので、この状態なら離席しても OK です。だから V が3つとかある状態で、あのラウンド終了後に手を止めて当たってないことを確認、もし当たっちゃったら V に入れてください。で今当たってないんで離席大丈夫ということで、ちょっとすいません、お手洗い、うるせえかなと思って。はい、決戦チャンスで、チャンスアップはテロップ色とレッドフル LED フラッシュですね。途中から赤になるケースもあります。でどちらもチャンスアップ出れば9割超えるんですけど、デフォでも4割強あるってことなんで、おそらくデフォでも貫けるようなバランスにはしてると思うけど、貫く、しょね、僕あの信頼度の数字見るとき、あのチャンスアップの信頼度がどれぐらいにあって、でトータル信頼度がどれぐらいかを見るんですよね。おお、チャンで、あの永遠の消防隊のあのバトルボーナス敗北後の1回転のチャンス、あれも赤系出れば復活、いわゆる再度バトルボーナス濃厚なんですけど、あれデフォでも 46% になってたので、あーこれ多分チャンスアップあんまり絡まないで当たるなみたいな、そんなイメージで思ったりします。おそらくこの台もそうなってると思いますね。あの例えば信頼度で言うと、まあセリフ色白 45% LED なし 45%、 まあこれ多分テロップ色、例えばセリフ白LED チャンスアップありも含めて白テロップの時の信頼度を出してると思うんですが、ちょっとねチャンスアップが強すぎるんでね、多分ラッシュでもそこそこいくんちゃうかなって。でラッシュ中にもチャンスアップ、チャンスアップカスタムがあります。おいやめて、いきなり やめてください、やめてください、やめてください。いきなり？で、おそらくあの最初の5回転で当たる可能性が8割ほどだと思います。で長押しでオーラの色がだ、まあ大体青です。でこの保留のみを告知します。残穂が当たってる時、最後の1回転はここでボタンが完成して、完成してに戻ってもチャンスがあるって聞いてるけど、やった、何が 92% ね、バカ野郎。で今あの画面の前の皆さん、突破しただけ引き強いとか突破しただけマシって言うじゃん、言うんですよパチンカーの皆さんって。絶対ここ使ってほしいんだけど、じゃあ自分が同じように決戦チャンス突破してラッシュ入って速攻ちすると 92%1 みたいな感じで速攻ち画面出すツイート見ると、すっげえムカつくんだよね。 92%はそういうもんですよ、何が言いたいの、あさっさと落ちたことに文句言っていいですかっつって、ぶっちゃけね、あの弾いらねえから少し連チャンしてほしかった。ただあのもう一回ラッシュに入れられるかのか分からないんで、先に解説していくと、あのラッシュに入ったら弦です、変動が長くなりますね。あと違和感が出てたりしても当たります。だから正直5とか4とかいった瞬間にあの当たってる可能性下がります。あの1枚絵が出たりとか違和感が5、4のボイスが変わったりとか出るんで、まあそれでも5000発ほどの出玉にはなったんで、貫きの平均継続期待ですけど 12.5 回です。期待出玉が5500個、だから右は貫き ラッシュはゲンさんの右打ちと同じぐらいの出玉性能だと思っていただければ。初当たり引きます、決戦チャンス行きます、で決戦ラッシュ突破しましたってなると、そこまで行って8000から9000個ぐらいの期待出玉になる。ネギネギギャラいくらかな、
さきよめが複合してれば行くかな。行ったか。これ何パラだな。ゾーン自体どこで入っても結構チャンスだと思ったけど、あれだ、ごめんごめん、思い出した。これまあ要は VFX みたいなもんか。違った、すいません。お、レベル1ミッションからセリフ上がったからもっといくべ。え、今レインボーありましたけど、さあどこまで行く。え、ああこっからね。さあ生駒か、生駒さんリーチ。で図柄が3つ、残数が3つ。これが残数が少なくなればもっとチャンスで、2個になったらビバいきます。最終図柄とクラッシュ、あと赤テロップ、そこら辺がチャンスアップになってきますね。今のとこないですね。最後あと液晶透過の LED もあります。全部なかったですね。ろうそく、あ、階層ゾーン来た。これが4割か、どっちの階層であっても。生駒とで2段階でも1段階のがね、なんか信頼度高かったような気がするんだよね。あー、これあっちか、無名ちゃんか。で突尾場もあります。やっと680回転でチャンスが来ました。でてあのカバネレスピーで無名ちゃん、残ってる図柄今のと合計で4個、減れば減るほどチャンスで2分の1まで減ればビバいきます。あとテロップとクラッシュ、減った3分の1か、レベル3で、あと LED のチャンスアップがありますね。ナッシーと透過ね、透過液晶の白と赤があります。何も出てないですね。これは、ま、ダメくさい。あ、お、出た時点でチャンスで中身によって期待度が変わりますね。この子から先読みがどう加わるかなんだけど、ちょっとダメくせえな、先読みないっすね。あ、でもカンカンがあるな。これは弱いです。あ、でも初めて画面が引き裂かれますね。あ、融合軍隊から逃げ切れですけど、あの工具箱から行ってるんで多分成功しますね。多分、あ、成功しました。やっとにぎやかになってきた。693回転で、まずテロップの色、通常のテロップで 36%、 赤テロップなら 70%。あー、変わってね。あとは最後のボタンですね。帯電だったら9割超え、
通常ボタンだとトータルで4割、テロップが変わってるのとか含めての4割なので、テロップ変わってなくて通常ボタンだったらもっと低いと思います。でチャンスアップがなしで貫けるのかどうなのかってとこですよね、数字うんぬの前に。ただここまでのハズレ見てるとチャンスアップ1個はないとっていうところがあるかな。ただこれテロップとボタンだけなんでなんとかなるかもしれない。なしでも帯電が来たら死ねる、クレイジーギアだったらもっと死ねる。でも帯電来ないよな。あーかいといったところでどうしよっか、カスタム入れてみるか、ちょっと息フラ入れてみましょう。で望郷星と一緒で入賞時にバチコーンってなったら 50%。 で今の融合軍隊だったり先ほど出したカバネレスピーム梅だったりは 50% ないんですよ、トータル信頼度は。いきなりフラッシュなしでもあそこら辺のリーチはかかったりすると思います。いきなりフラッシュなしの無名 SP とかが死んじゃうってのはありますね。その分息フラが出ちゃえば20分の1で当たるんで、さっきの例えば融合軍隊も いきなりフラッシュモードにしていきなりフラッシュが出てたらもうちょっと期待できたかも。ちょっと一発鳴らすまでこれでいってみましょう。ジャイロ技研のジャイロです。うお、やっと来た1077回転。あれ佐々木さんがミキちゃんの回でそんなにビビるなって言うけどビビります、本当に。やっぱソマリさんにさっき気合注入してもらったからね。うん、さあ先バレの時点で信頼度は5割だから普通に演出さんリーチ行くよりも出る。で今のとこうおー赤保留初めて見たよ。でた多分このままリーチに行くんかな。止まらないんだ。あここまで落ちてきて一回も全滅アタック来た来たよ。これもね、あ生駒の方、今生駒さん、生駒さんより無名の方がいいですね。で無名はそんなに大きくパターンで変わらないようだけど、生駒さんは一撃3回図柄3個以外ならあちょい、これでも一撃3回じゃねえのもしかして先生。獲得で4個破壊。いや発展するんだけどこれ言わない図柄が3でも3個じゃなくて4個破壊したか。やべえやべえ、テロップが普通で当たり図柄が含め5分の1だからこれはやばい。ハズレクセクラッシュないし LED も出ねえ。あと途中で図柄を破壊してくれりゃいいんだけど、ビバに行かねえと、おいビバに行かなそう、壊せ、おい、うわあ出た出た、これこれ LED の赤、あれが入ったからこれならいけるかも。いったで先バレなしでも今のリーチぐらいは発生すると思われるんで、先バレがあったのも当たりの要因ですね。で最後の赤レ LED、あれね集合体恐怖症にちょうどきついのよ、吐きそうになる。1078回転目とりあえずここでの昇格もそこそこあるみたいで、緑右打ち中は緑図柄の方が10ラウンドになりややなりやすいってことなので、通常時もおそらく緑図柄の方がややつながりやすいんじゃないかな。でこれ2種タイプなんで気をつけてください、パンクします、最初に入れないと。はい開いて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 、これが演者ってやつです。当たってたらどうやる、
予想が外れてたらすいません、これでいいんです。ロックオン症状未だに分かんねえんだよこれ。 35% です、ラッシュ突入は。ここでまず止め、嘘でしょお前、50回転ぐらいハマってから1回転目で当たったんだが戻ってきて、やべえじゃんこの3回転で3回当たりに、今1回転当たって今残放流だから3回転で2回 3.3 分の1引いてなきゃ突破できねえんだろこれ。やらかした。しかも全部3ラウンドだったなこれ。テロップ変わってくれりゃ9割、途中で変わっても85、6%ぐらい。イールミど、LED ランプどこで出るんだろう。赤で9割、虹で絶版、何にも出なかった、ダメくせえ。いって、おっしゃおっしゃやべ、今ねすげえおじさん、あのジャイロ技研名物ローライおじさんがすげえ攻撃してきてる。ほらやっぱ引き強いとかすっげえローライ攻撃してきてる。もう5万近く突っ込んでるのに、あー皆さんもうパチンコ落ちすぎるとこうなるんで気をつけてください。これでまた速攻落ちするじゃん。いいじゃん、2回に2回ともラッシュ砂抜き入ったんだから引き強いよ、あーとか言われんだよ。これで速攻落ちしよう。さっきを速攻落ちしたら久々に脳内に来たからね、あいつがわっわさわさわさっつって、いやいや一発目でラッシュ貫きラッシュ強いよっつって、ちょっと待ってお前なんかや、おいちょっといや、あのねすいませ ん、 こういう日にネタはやらなくていいんですよ。青以上に行くことあんのこれ。この回転で当たってればいけ、頼む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 、完成する、またよかった、本当よかった。あのねもちろんゼニも欲しい、ゼニも欲しいけど、あの当たり1回も見せずにねラッシュ終わったらやばいじゃないですか。で残穂の2回転は1回転目はあそこの生駒のアクションで、最後の保留はあそこのボタン完成、ここが現あの他の台と違うとこですね。おめえ仕事してよ、あ長い4っていった後右下見てたりして変動が長ければ OK です。あれ3ラウンドなのにこれが出たってことは V ストックですね。これで残保留で当たってます。でカスタムもあります、貫きカスタム、ノーマル、プレミアップ、文字通りプレミアムがアップします。要は違和感系ですね。 V 告知アップは保留連チャンしてた場合に V 告知するんですけど、さっきみたいにこの期待度が上がると。ちょっとじゃあプレミアップ行ってみますね。で今 V 告知アップにしてたけど V の告知をしなかったってことはこれ残放流死んでますね。あ今ブレちょっとブラックアウトしたね、あれも違和感演出でいただきですね。今合計12回10ラウンド引いてないですね。こういう時思うのが、あの 80% 継続のやつだったら12連してたと思うと、あのケンシロウさんがうおーうおーって立ちまくってたと思うとイラつくんですよ。だから1回10ラウンド引きたい、そしたらあケンシロウさんがラオウにやられてたって思えるんで。
あーダメか、プレミアムが出ない、あ出ねえ、あーダメだで、プレミアムアップにしてる場合ここもなんか出るんかな、さっきより出玉少ねえんだわレインボーとかになるんかな、プレミアムアップにしてると。え、イコマなんとかしりして、多分ここのがレインボーの文字になってたりするんだろうね。でか、どうなんだろう、残保留の最後のアクションプレミアムアップにしてでもプレミアムが出やすいかどうかちょっと分かんないです。で、あの1回転あたりの大当たり期待度がやっぱ 3.36 分の 1と低めなんでね、やっぱ同じ 92% でも弦の方が1回転の重みが強くて連チャンする気はしますね。長い OK、で保留連告知出てねえからダメかな。あ、なんか別の声がした、今のもプレミアムですね。ということでプレミアムアップは基本的に変動開始時に分かりやすいそんなモードですね。ということでノーマルでに戻してみましょう。とにかくなんか違和感があれば、なんかでかくねえ君の顔今、関係ない、関係なかったようです。おーい、やべ、てかそろそろ生駒が当ててみたいんだが、生駒さん頑張っ、よく俺さ、もうさすがに無理じゃない、全然幸せじゃないんだが、おいボタンが出ねえんだけど通常画面に戻ってからもチャンスがあるってことだけど、厳しそうか厳しそうか、あー終わりでございます。じゃあ最後先読み大チャンス入れてみましょうか。うおー先読み来たー、しかも赤先読みだからめちゃくちゃ、あれカスタム入れてなくても 55% あります。さあどこ行くかな、一番弱いとこですね。いやでも今回はさっきと違って先読み経由なので十分チャンス、テロップ変わってろ、あうん、よしあずから減った1個だ、4分の1なんで、もう1個やってできれば2つ減らして3分の1か、もう1回レベルが上がればもう1回ぶっ壊してくれればビバ出してないんですよ。ただここまで減ったので十分期待できる。でテロップのチャンス、おお OK、 今のもチャンスアップ、おっしゃ決まりですね。最後のレッドが赤、これでドドメです、これは当たりますと。いや復活ダメ、なんで、これでもう最後にしていい、マジで先読みカスタマーやめてんですけど、先読みも出すんで一緒に、先読みなしってどうなのかな、あそれともここでなんか出るから先読み出さなかったんかな、キリンフラッシュとかない、なんか言わない、生駒さん覚醒して、ほら最終決戦に自分たら言ってるじゃん、何今のこれ先読みだったの、もう本当に俺が画面ガリって焼いて、あこれか融合軍隊で発展はしますね、はい、すいませんビバ出せなくて、
本当ね、この100本出すのがすげえ大変。間違って大手ボタンでない。でも先バレ経由だから、先バレがあったからなんとかなるかも。大手じゃなくてもなんとかなって。今のどうやっていい、俺六根正常とか言ってどうやる人嫌いだけど、六根正常お獲得してやるよ。行ったべ。え、1257ってダメセグだっけ。大丈夫セグだよね、サミーの1257。行ったべ。1122俺の誕生日だから行くはず。ボタンと左に戻してください。大体結婚式行くといつもいい夫婦の日に生まれたくせに彼女もいなくて独身な男がここにいますって紹介されます。はい、どうでもいい話でしたね。ギャラいくらかな。どうしてみろ。おお。さあ、しかもなんかカバネが歩いてんの。7500円目。やってよ、ぶっこんでよかったって言わせろ俺に。あ、点滅保留から箱になることもあるんだ。一応この時点でややチャンスです。あ、よっしゃよっしゃ、金玉待ってた。あって言ったのな、あの金図柄砂金も欲しかったんですよ。激アツです。金は基本的には 75% 以上の信頼度があって、お守り、あ、やった、出せた。何が出せかというと、これもう一駒覚醒します。で、ビバいきます。激推しくん、これが演者ってやつ。これで文句なし。やっぱね、これね、出さずに終わるのは演者として嫌だったんで。よかった、ビバ出せたね。えビバに行く場合は直接発展と他のカバネからカバネの ASP から行くことあるんだけど、発展経路で信頼度変わりません。で、テロップ赤はデフォです。でもこれ帯赤くね、この段階最初から赤いんか。あのね、帯赤のチャンスアップは実は見たことがなくて。あ、やっぱ赤帯でいいんだ。いつもここ黒なんですよ。で、帯の色が赤だとはもうそれだけで激アツ 88% ぐらいあります。で、最後ボタンが通常帯電で、クレイジーギアは超激アツになってます。帯電ボタン出るかな。あ、出ない。でもこれ当たりますね、さすがに刺さる。これで文句なしだべ。いや、しかし金髪の呪いはすごいね。昇格して、いってくれよ。7割よっしゃ、取ったった。しもった、ボリュームチャージしたし。3ラウンドで、これで10ラウンド1回3ラウンドか、まあ平均的ですね。やべ、なんかいける気がしなくなった。そんなわけない。チャン、でやっぱチャンスアップ多分突破するときでも出にくくはなってるんでしょうね。2分の1貫いてみせる。よっしゃー、僕エイリアンと会話ができるんです。で、いけるよって言ってくれました。19.5 セット取れたら、まあ大体平均っていうところですね。止まるな、はい。やべえ、ダメな気がする。やめて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 。9セットなんだが。うおー、びっくりした。ああ、じゃあ1の時で当たってる時はこうなるんだね。あ、エピボード。
ってことは銃もしかして、どっちだ、あ、銃だ。これスロットにもあるんだよね、エピボーね。青7揃い見たときに人間の間にあるものですね。ザンファ当たってなかったらファイナルジャッジで死んでる。あ、当たってたわ。あ、イコマで刺せてた。イコマのアクションでドーンでやれてましたね。グルエロス多分あの1の時は必ずロング変動になるんで、この画面になる前に震えて当たるのか、まだ、あー止まっちゃった。いってよ、全然連チャンしないんだろ。やるじゃない、速攻し9連4連なんですが、右が頼む、ボタン来て、完成して、ボタン出たらちょっと熱いんじゃねえか。そっか、これボタン出たら完成すんのかな、必ず。シャーよいしょ、怒りノット行きましたね。間違ってたらごめんだけど、色が変わったら OK ってのがあるんで、こうなります。いったよ、おい OK じゃなかった。寝てる。あ、当たりですね。今のも違和感です。なんか来い、ここの時停止が早いんだな。この後バコン、もうね、青から緑以上に変わればカットインもなし。11波だけどいかねえか。でボタン煽りが出たら51波、煽り来い。あ、そか、プレミアムだからこの文字が変わってないとダメなのかな。復活、あっか、トータル18セット貫きは11連チャンで終了ですね。なんとか最後にビバ見せられてよかったですね。でとにかく何にも起きないんで、本当スペックも消化スピードも何も起きなさもタイガー&バニーにかなり近いですね。先バレが一番いいですね。ボーッと楽しみたい人はデフォルトがいいですね。先読みチャンスはちょっと先読みが出なかった時点で期待薄になっちゃうんでおすすめできないところ。はい、ではお疲れ様です。